エチオピア航空604便不時期事故は1988年9月15日に発生した航空事故である。ボレ国際空港発アスマラ国際空港行きだったエチオピア604便が経由地のバハルダール空港を離陸直後にバードストライクを起こし両エンジンが停止した。パイロットは空港外への胴体着陸を行ったが機体は衝撃により炎上し 乗員乗客104人中31人、または35人が死亡した。事故機のボーイング737から260は、エチオピア航空に納入されて1年未満の、新造機で2機のプラットホイット 2JT8D-17A を搭載していた。604便は、ボレ国際空港から、バハルダール空港を経由して、アスマラ国際空港へ向かう便だった。 バハルダール空港までの飛行に異常はなかった。604便は離陸滑走を開始し、離陸速度付近まで正常に加速した。離陸直前に、パイロットは前方左側から、ウロコカワラバトの群れが飛び立つのを見た。離陸直後に、機体はハトの群れに突っ込み、大きな音が鳴った。この時、機体の速度は146ノットであった。バードストライクにより、 機体の電力供給に問題が発生しており、スラストレバーは最大にされていた。この時点では、まだ片方のエンジンが、かろうじて作動していたため、機体は上昇した。機長は、右旋回で空港への引き返しを試みた。衝突後32秒で、機体はおよそ300フィートほど上昇し、速度も154ノットまで加速した。しかし、エンジンはどちらもサージングを起こしていたため、 機長は水力を減らした。地上から約700フィート、速度173ノットで604便は、滑走路04へのダウンウィンドレグを開始した。ダウンウィンドレグの最中、もう一方のエンジンも停止し、副操縦士は前方右側に開けた土地があることを指摘した。機長はその場所へ、胴体着陸を行った。衝撃により、火災が発生した。死者数は35人。 または31人とされており、矛盾が生じている。また、死者は全員乗客であった。ありがとうございます。